3ヶ月ぶりの復帰。突然の涙、黒服とお客さんからのサプライズ。しかしこの人はなぜかこの表情。地元ならでは敵なしのナンバーワン。しかし北新地のクラブランス移籍後、ランク外に。地元で休養していたアイナ、21歳。はーい。あー、こんにちは、久しぶりです。どうぞ。すいません、失礼します。違います、なんか。違いますか。あ、エクステつけたからですかね。ちょっと痩せたから。この日、3ヶ月ぶりのクラブランス復帰日、アイナにカメラが密着。あのカラカラだったマンションが、はい、こんな感じ。現在、アイナが住むこの部屋は綺麗。先日、引っ越しを決めたばかりのマンション。ありがとう。ソケツです。はい、見てよかった。何もなかった部屋もこの通り。見てください、こうやってやってソファーになるんです。ソファーじゃん、ベッド。こうやってベッドソファー。そうなんですよ。ああ。で、もう こうでもこう寝てます。なるほど。あ、でもこの椅子もすごくこうピンテージいいですか。ニトリです。あ、ニトリでこんなのあるんだ。この写真は沖縄で買ったんです。これも電球もなんかおしゃれだし。電球もニトリ。アイナの実家は8人の大家族。賑やかな家族で過ごしてきた彼女にとって、これが人生初の一人暮らし。部屋の至る所にアイナの趣味が。引っ越しの決め手となったクローゼットだが、服がパンパンです。まだ3分の1しか持ってきてない。これがまだ3分の1。そうなんですよ、服多くて。キャバ嬢のアイナにはもう少し大きなものが必要だったみたい。新しい部屋からキャバ嬢として再スタート。どうですか、ちなみに久々の初出勤というか。ワクワクしてます。ワクワクしてる。はい。ちなみに休んでる間に、そのクロークの方とか店の方々との連絡は取ってたんですか？めっちゃ LINE くれてました、代表と黒田さん。先日のインタビューでは、本当は1月いっぱいで辞めるよってやったんですよ。でも部長代表と黒田担当が奈良まで来てくださって。え、そうなんだ。そうです。で、お話ししてくださったんですよ。ちょっとまた心揺さぶられて。黒服たちの説得でランスへの復帰を決意。復帰当日までケアし続けてくれたそう。何のラインをくれたんですか、ちなみに。元気にしてるか。なんか何困ったことあったら言ってきよとか、なんかめっちゃ気にかけてくれてましたね。じゃあ人として人情深いっていうか、一番人情深い人です。さあ、髪の毛やったら終わりや。髪の毛もやるんですか？髪の毛もやります。ヘアセットサロンは自分でやります。ヘアセットはなんとセルフ。でもエクステなんで肩がつかないんですよね、自分で。前って難しい。3ヶ月ぶりに着る勝負ドレス。ドレス決めてるんです。黒なのにいいかって言ったら、代表にすぐ気づかれるんですよ。ちょっと踊ったら、あ、松本さんに。そう、よう見てる。あ、逆にこう久しぶりの出勤は、はい、あの黒でごまかすみたいな。そうです。冷やせでちょっとでも痩せたって言われないとね。
2ヶ月くらい休んでたんでね、痩せとかないと。あ、痩せたねって言われたい。言われたい。今日のコーディネートは前日から考え抜いたものだそう。お客さんにはもちろん、キャバ嬢仲間たちとの再会にも気合を入れたい女心と、彼女らしいハプニングが。ゆいこれでしょ、買ったんですけど履き方がわからないです。こんないっぱい暇あったらどうやって履くの？わからへん。今の男のブランドなんですか？バレンティノ。この社長に教えてもらおうかな、持って行って社長とかで絶対わかる。島村が一番ですよね、新品バレンティノと格闘すること15分。もう時間が結構長いですね。すごいですね。夜だからなんか諦めない。シミュレーションしていたコーディネートは失敗。マジ。急いで復帰日をお祝いしてくれるお客さんとの同伴へ。結局なんかあれですよね、自信ないときはほんまになんか売り上げもついてこないし、うん、自信つけるのが一番いいですよね。今自信をつきました。はい。少し痩せてより綺麗になったアイナ、自信もついたみたい。今日の同伴のゲストは東京から来てくれたんですよ。え、東京から来てる？はい、この初日からすごいな。この日東京から来てくれる同伴客、さすが元ナンバーワン。営業スタート。3ヶ月ぶりに座るランスのテーブル。ありがとうございます。すみません、もらいます。すみません、あれお預かりしたいとはせです。はい。アイナにとって初めましての黒服の姿も、東京から来てくれた常連客への久々の接客。大丈夫これ？大丈夫？ちょっと震えてんねん今これ。でき何が？手が震えてる。手が震えてんの？緊張してるわ久しぶりすぎた。ここで思わぬサプライズが。なんかここの席が一番思い出深いか。はい、おかえりなさい。美味しいね。さっきやったお早さやってたんです。何やってたん？実は同伴中、お客さんが松本代表に連絡、こっそり花束を手配していたそう。お茶です。嬉しいです。ありがとうございます。松本代表とお客さん、見事な連携プレイ。更衣室でも。おった。久しぶりです。生きてました、なんとか。同僚たちと嬉しい再会。お久しぶりの乾杯で。いやでもなんかちょっとあれだね、雰囲気違うね。どう違う？え？どう違う？いい意味で？いい意味で丸くなった。昔どんなんやった？逆に2年前じゃ、2ヶ月前どんなんやった？
や、トゲトゲしてましたどんな風に？え？いや、もうなんか全てに敵意が来てしまって終わってんな、でも実際そうやで、余裕なかったもん、余裕なかったし、うん、今はもうなんか楽しいことだけしよう、楽しかった、お客さんにも見抜かれていた3ヶ月前のアイナ。無理じゃないよ、無理じゃない、いただきます。イエイ。自分も楽しむ接客を選び、気持ちにも余裕が生まれたみたい。そんなアイナが一番頼りにしている同僚、どこにいるの？密着でもおなじみのユウ。彼女も新人の頃は、失礼します、はじめまして。え、はじめまして。たくさんの苦労の時期があったものの、今ではダンスを代表する売れっ子キャバ嬢。休養中にもアイナを励まし続け、ずっと支えてきた。仕事の友達っていうよりかは姉妹みたいな感じで、私はお姉ちゃんと思って。ゆうさんは最近売れっ子のオーラがもうちょっと出てるでしょ。でもね、変わらないですけどね、いい意味で人としての何優しさっていうか。素敵なお客様に総務委員会長、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。ユウもアイナの復帰を祝福。ただいま、ユウちゃん待ってたでしょせーの、おかえり、ただいまでーす実はこのシャンパンちゃんと俺 A にして入った。ええやろ、優しすぎやろ。ユウの計らいでユウの指名客がアイナを追加指名。高級シャンパンの売り上げはしっかりアイナにも。アイナが頑張ってるから自分も頑張らんといけんっていう自分のモチベーションでもあったし、良き友達でありライバルであったんで。ユウからもエールを受け取ったアイナ。ユウちゃんのお客さんがエース名にしてシャンパン入れてくれた。ユウちゃんが、ここじゃない、何その男前の女か、やばいやろほんまにおかわりってやってくれてる感じが嬉しい。ユウちゃん、そこへついにあ、じゃあちゃんと3ヶ月ぶりのノア社長。お願いします、今日からまたしかしボサボサやで、どんな感じで今日復帰みたいな感じで来た。いきなりのダメ出し、なぜ。アイナの表情から余裕さがまた消えた。飲んだら乾杯する？飲んだら乾杯する。突然の一気飲みやった、やった、シャーシャー。水を使用したけど、ノア社長が静かに切れる。はい、一個いいですか。一生懸命ぐーっと飲むのがお帰りじゃない。本気で頑張りたい。戻ってきた理由は、いつも思ってたらそんな髪型で来ないし。